死神の生みの親に相棒やれとか言うんじゃないだろうな。どの事件だ。15年前発生した練馬区一家3人殺害事件。亀島さんは当時刑事部長として捜査の指揮にあたり、大殿康介の逮捕に関与しましたね。分かったよ。今後の予定は全てキャンセルしよう。いえ、今日1日だけで構いません。大殿は明日早朝死刑が執行されます。そうだったな。ですから再捜査は今日1日だけ。了解した。それと生みの親、ご冗談を。